あれです、フライングホール、ファストプラスでハワイまで行きたいと思います。完全な個室になります。グローブトロッターでコラボしてるアメニティ、 ANA 推しのシャンパンです。うまいね。カーディガンですね。めちゃくちゃいいです。スペースがあるんですよ。ヘイガイズ、山 Z の皆さん、こんにちは、山 Z です。はい、今日はですね、今年の1月にチケットを取りまして、ANA380 のフライングホールのね、ファーストクラスにいよいよね、今日乗ります。はい、ということでですね、いよいよ楽しみですね。ということでですね、この楽しみの、皆様とね、共有したいということで、今日はね、しっかりね、A380 フライングホールのね、機内の様子をしっかりお届けできるようね、動画撮っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。これがですね、ファーストクラスのチケットになります。もうくしゃくしゃになってます。はい、ということでですね、あと搭乗時刻まで5分ぐらいなんでね、はい、それではね、行きたいと思います。ありがとうございます。いらっしゃいませ。あれです、フライングホール、あれに乗ります。ファーストクラス、こっち。こんばんは、いらっしゃいませ。ご搭乗ありがとうございます。そうですね、もうこのために乗ってるんで、ちょっと協力いただければと思います。はい、ということでですね、今ね、フライングホールの中に入りました。シャンパンやオレンジジュースはいかがでしょうか。シャンパンで。シャンパンですね、はい、はい、かしこまりました。ひんやりするリフレッシュシート、香りのするアロマのシート、こちらのファーストクラスの方にお配りしております、はい、無料の Wi-Fi のカードでこちらまず、はい、はい、ありがとうございます。はい、ということでこれがね、シャンパンでございます。はい、はい、いただきます。なんかね、最初ねフルーティーな香りがして、後からねアルコールの香りがね漂ってくるという感じです。このね、テレビの大きさはですね、32インチあります。なんでね、普通の、リビングとかに置くようなね、テレビがね、この機内の中に、ついてます。はい、めちゃくちゃでかい画面です。でね、こうやって手を伸ばしても全然届かないんで、こっちのね、このリモコンを使って、こうやるとつきます。本だと思います。これがソニーのノイズキャンセリングがついたヘッドホンだそうです。はい、ということでですね、ファーストクラスのこの座席ね、めちゃくちゃ広いです。でね、このね仕切られた感じもね、またね、個室空間があってプライベート空間でね、めちゃくちゃいいです。ということで、この座席でね、ファーストクラスで、ハワイまで行きたいと思います。手荷物は座席の上の物入れ、または前の座席の下に収納してください。はい、ところで今からね、完全に個室のようにねしてみます。はい、今これね開いてると思うんですけど、こう上にですね引っ張りながらこう引くと扉がこうやって出てきます。こっちの反対側もこう出てくると、これをねやることでもう完全な個室になります。なんですけどね、ちょっとねこれを出すと、若干の圧迫感があるんで、これなくてもいいかなっていうね感じも正直します。今ね横の人いないんで、とりあえず今の段階ではあんまりいないかなっていう感じです。はい、はい、ということで今からねこのアメニティをね開けたいと思います。このアメニティはですね、イギリスのブランドでグローブトロッターっていうね、ブランドのこれコラボしてるアメニティになります。はい、見た目こんな感じのね、可愛い感じのケースに入ってます。じゃあ開けてみます。おー、めっちゃなんか中作りしっかりしてる。はい、このブランドの説明の紙です。ザ・ギンザって書いてあります。ザ・ギンザエッセンスエンパワリングセット紙袋ですね。これがクレンジングフォームです。これが美容液、これも美容液だ。めっちゃ高そうだ。で、次が歯ブラシセット、歯ブラシとあと歯磨き粉、耳栓、アイマスクです。はい、ということで中身はこれで空になりました。今日のメニューでございます。はい、ありがとうございます。こちらがね、メニューになります。はい、これが、ドリンクメニューです。で、この中にはですね、日本酒だったり、あとシャンパンだったりワインだったりがねあります。はい、メニューって書いてありますけど、これがね、食事のメニューになります。ANA こだわりの食事と飲み物をお楽しみください。こっちが和食。で、こっちが洋食です。でもって、お好みに合わせて、なんかいろいろ頼めたり、あとはね、お好きな時にということで、いつでもなんか頼める感じになってます。帰りもですね、ファーストクラス乗って帰るんですけど、帰りのホノルルハスの方は限定の洋食があるみたいなんで、帰りね、ちょっと洋食食べたいんで、このフライトではね、和食をね、食べたいと思います。はい。もう一回いいですか？あ、ごめんなさい。もう一回これ。
ンを折り直しますね。そうですね、テイク2でクリュックでございます。はい、はい、ということで、なんか ANA 推しのシャンパンですね、はい、ウェルカムのシャンプンとはね、なんか若干違うらしいですね。はい、なんかね、さっきのより全然飲みやすい、後味が全然アルコールっぽくない、お通し的なものかなが来ました。なんでちょっと食べてみたいと思います。ちょっとスティック食べてみようか。いただきます。この下のパイ生地とですね、この上のナッツがですね、いいですね。ありがとうございます。じゃあ、ね、いただきます。いただきます。完食です。で、普段こういうものは食べないんでね、ちょっとしっかりと味わいたいと思います。やばいね、空の上でこのなんだろう、薄味のこのお吸い物っていうのかな、こういうのが食べれるのは本当になんかすごいですね。はーい、いただきます。はい、マグロとイカです。主菜お持ちいたしました。こちらですね、マグロを酒焼きにしておりまして、実山椒を添えております。どうぞ皮を手で合わせてお楽しみいただければと思います。めちゃくちゃ柔らかい。このノドグロですね、このままご飯に持ってくると、うまいね。次はですね、ローストビーフです。いただきます。うん、これがアイナメっていう魚ですね。ごまのね、風味がすごく効いてます。はい、ということでね、完食しました。結構ボリュームがあるんでお腹がいっぱいです。はい、ということで最後にデザートが来ました。寝るにあたって、リラックスウェアっていうのがね、最初配られてます。開けてみます、ね、こういう感じの ANA って書いてありますけど、こういう巾着に入ってます。薄手のスウェットのパンツ、この感じの、部屋着みたいな、ここボタンで外れるみたいな。素材はですね、綿 100% になってます。あとはですね、この ANA の真ん中チャックついてて、カーディガンですね、これは。はい、こちらオーガニックコットンのブランケットです。めちゃくちゃね、肌触りがいいです。めちゃくちゃ分厚いフェイスリッパです。こんな感じ。はい、これちょっとね、寝たいと思うのでベッドメイキングで、ね、してもらいたいと思います。ハワイに到着します。搭乗証明書を、ね、もらいました。 A380 の、ホノルルと、飛行時間が6時間45分。
はい、ということでハワイに到着しました。今回ですね、フライングホンのファーストクラスにね、搭乗してね、その様子をね、動画にしてみました。CA の皆さんね、フレンドリーに接客してくれて、とてもね、快適に過ごすことができました。帰りの便もですね、ハワイから成田までファーストクラスで帰る予定なので、機内食も違いますし、またね、今回紹介できなかったところもね、紹介していきたいと思っていますので、ぜひね、ご覧いただけたらなと思います。もしこの動画が良かったらグッド、悪かったらバッと押してください。それではね、次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。